わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。本当もそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何も言えん。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや、第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ